大人こそ英語を勉強した方がいい理由について話します。とは言っても最初に言っておくと、もちろんね、大人こそって言ってるんですけど、学生に比べて大人は勉強した方がいいとかっていう話ではないんですよ。またその逆でももちろんないんですけど、学生の間ってもちろん大体の場合は受験の科目としてね必要なので、その意味でまず勉強した方がいいっていうのがありますし、学生のうちに勉強しておけばその大人になった時点である程度英語が使える状態で社会に出ることができるので、まあ学生は英語をね勉強しておくに越したことはないよと、大抵役に立つからっていうふうに僕は普段言ってるんですけれど、じゃあ大人になってから勉強していいのかと、今から勉強することに何か価値あるんかと、この疑問について今回ちょっと掘り下げて、全然価値ありますよっていう話をしようと思います。こんにちは、堂本です。今回は大人こそその英語を勉強するべき理由っていうところで話していこうと思うんですけれど、まあ、最初に言った通り結局ね、みんな勉強した方がいいんですよ。英語なんてね、やっといて損するもんじゃないんでね。なんですけれど、そのやっぱりモチベーションというか、何かこうリターンがないと大人が時間を投資することっていうのはやっぱりないわけですよね。学生の間ってその受験勉強のためにやらなくちゃいけないとか、カリキュラムとしてやらなくちゃいけないとかっていうのがあるので、ほぼ半強制的に英語を勉強することになるんですけれど、だからそれに対するどういう姿勢とか態度で臨むといいかっていう話になるんですけれど、大人になると別にやらなくてもいいので、なんかリターンがないんだったら別に時間を投資したいって思わないっていう人がやっぱ多いんですね。そこで今回はそのどういうリターンがあるのかっていう話をするので、ちょっとね自分のモチベーションにつなげてもらえればなと思うのと、どこまで勉強すればいいかですね。大人になってから英語を勉強すればいい、どこまで勉強すればいいのかっていうことについて僕が今思っているところを話そうかなと思います。まず大人こそ英語を勉強した方がいい理由の、僕が結構重要だと思っている最初の一つ目なんですけど、頭が良くなっているので理解しやすくなってるんですよ。学生の頃、例えば中学生だから高校生の頃と比べて、大人の今の自分って複雑なことをね理解できるようになってるとか、頭の使い方が上手になってるとかっていうことがやっぱりあるわけですよね。学生の頃にピンとこなかった概念とか考え方っていうのが大人になってから見ると結構わかりやすいっていうことがあります。なので英語の勉強した時にハードルがそんなにないというか、これまで高いと思っていたハードルを結構簡単に超えられるっていうことが、まあ人によってはあったりするっていう話なんですよね。特に英語の場合、もちろんその暗記っていうところはね重要なんですけれど、その文法だったりとか言葉のなんかこう使われ方というか、言語化が難しいところ、結構感覚に依存してしまうところっていうのもあるので、そういうものを自分の経験だったりとか良くなった頭で考えると、割とすんなり腑に落ちるっていうことがあるので、大人になってから勉強するとはかどるっていうのはあると思いますね。で、二つ目なんですけれど、その他の教科にとらわれずに英語だけを勉強できるんですよね。例えば学生の頃って5教科全部勉強しなくちゃいけないじゃないですか。でも大人になってからだったら英語だけ勉強しててもいいわけですよ。その上で英語の特定の分野だけ勉強したりとか、例えばその文学だけ読めるようにしたいなとか、自分の専門分野だけ読めるようにしたいなとかっていうふうに特定の分野だけ勉強するようにしたりとか、あとは4技能ですね。4技能は基本的には全部平均的に伸ばしていった方がいいんですけれど、例えば自分はもうスピーキングっていうのはほとんどしないよと、本を読むためだけに英語を勉強してるんだよっていう人は、スピーキングの勉強よりもリーディングの勉強の方に肘をかけたりとか、自分はリスニングはほとんどしないよっていう人は、リスニングはもうほとんどね最低限だけやって、でリーディングの勉強したりとか、あるいはライティングの勉強してみようかなっていうことができるわけです。その学校のカリキュラムにおける英語っていうのは4技能をまんべんなく上げておくことが求められるので、なのでそこも大人になってから英語を勉強する場合の楽なところかなって思います。だから重ねて言うと、総合的な英語力を高めたいっていうのであれば、絶対4技能で一番足引っ張っている技能が全体の伸びをね止めてしまうので、総合的に英語を使えるようになりたい、レベルアップしたいって思うなら、どこかで苦手と向き合う必要はあるんですけどね。で、3つ目なんですけれど、その仕事で役に立てやすいっていうところですね。学生の頃って英語の勉強をして何に役に立つのかってピンとこないんですよね。多くの場合ね、少なくとも僕はそうだったんですけれど、だから英語の仕事をするってなったら、もうそれこそ英語の先生になるか翻訳やるかぐらいしかなんかピンとこないというか、あるいは英語の研究するかとかっていう、この3つぐらいしかピンとこないっていうところがあるんですけれど、まあでも大人になってからね、英語を使う場面ってすごい多いわけですよ。例えば情報収集で英語を使うとか、海外の人と話をするときに英語を使うとか、なんか英語を使えれば世界が広がるっていうのは割と本当なんですよね。その使わなきゃいけないかって言われたら、そのマスト
っていうことでは、英語を絶対必要としてる人は多くないかもしれないんですけれど、でもだからこそ英語を使えることでプラスアルファの仕事をしたりとか、プラスアルファの何かを得たりすることができるわけですよね。必要としてない人は英語を勉強しないのでね。なので英語を勉強するっていうことが自分にとってのプラスアルファとかエキストラとかっていうところに直結してくるっていうのと、それを仕事に生かす場面っていうのがもう無数にあるっていうことに多くの人は気づくことができます。なので、あ、この勉強って役に立つんだっていう実感が得られるので、なんかこう虚無を相手にしてる感じがしないんですよね。これ何の役に立つんだろうなとかって思わないで済むんですよ。とはいえ英語の勉強で手応えを感じるっていう段階が割と上の方にあります。なんか本当1個や2個の単語を覚えた程度だったら、やっぱりね、まだまだ英語を使えるようにはならないわけですよね。でもそれが100個とか500個とかっていう単語の数になってくると、ちょっとずつわかるかもっていう風になってくるし、文法もある程度の研鑽を積んでいったところでまとめてみると、あ、なんか言ってること分かってきたかもっていう風になってくるわけなので、その分かってきたかもの段階で自分で好きなように使える手段っていうのが大人の場合いくらでもあるっていうのは結構楽しいかなって思います。もちろんこれはね、学生でもあるんですけどね、英語で YouTube やってみようかなとか、なんか英語で作曲してみようかなとかね、全然やろうと思えばいくらでもあるんですけれど、でも自分のキャリアにね結びついてるなっていう実感を持ちやすいのかなって僕は思っています。じゃあ最後にどれくらい勉強すればいいかっていう話をねしようと思うんですけれど、一つには会話ができる程度ですね。この会話ができる程度っていうのは、自分が自信を持って会話をできる程度っていう感じです。例えばなんですけど、英検1級持ってても日常会話とか英会話全く自信ないですっていう人もいるし、英検なんて全然取ったことないけど、まあ仕事で英語使うこともありますよっていう人もいるわけですよね。自分で自信を持てる程度の英会話ができる、相手となんかコミュニケーションを取れてるっていう実感が持てる程度の英語力で自分が納得できるレベルっていうのをまず目指すっていうのがあります。これは本当に人それぞれです。なんでこれが重要かっていうと、やっぱり何も通さないで会話をするっていうことはツールを使うとどうしてもできないっていうのがあります。翻訳ツールだったりとか通訳ツールっていうのを使えばもちろんやり取りができるんだけれども、でもそれを通さないでやり取りをするっていう摩擦とかフィルターのないコミュニケーションっていうのにはまだまだ価値があるし、なんだったらこれからどんどん価値を持ってくる可能性すらあるので、それができるレベルっていうのが一つあります。でこれは決して例えば英検1級取んなくちゃいけないとかっていう話ではなくて、自分で自信を持って会話ができるレベルっていうことです。そのためにある人はとすると文法っていうものをしっかりと勉強しようってなるかもしれないし、ある人は発音を勉強してみようかなってなるんですけれど、でも結局自分が満足して自分が英語でなんかこう喋っていて劣等感を感じないような、それぐらいのレベルっていう個人差によるところがあると思います。もう一個は機械翻訳を使いこなせるまでのレベルっていう感じです。機械翻訳の精度って今現時点では9割ぐらいって言われていて、今後高くなったとしても 100% には原理上おそらくならないんですけれど、少なくとも機械翻訳が変な翻訳をしてきたらそれに気づけるレベルっていうのが必要だと思います。その機械翻訳を使うときに全くその英語のことが分かんないと、機械翻訳が出した英文あるいは機械翻訳が出してくれた日本語文っていうのを見て、それが正しいと信じて使うしかないじゃないですか。それがもし間違っていた時に誰が悪いかって言ったら、やっぱりユーザーなんですよね。機械翻訳が悪いんじゃなくて、その機械翻訳を使ったユーザーが確認しなかったのが悪いっていう風になっちゃうわけですよ。なので機械翻訳を本当の意味で使いこなすためには、機械翻訳が間違った翻訳をした時にそれを訂正できなくちゃいけないんですよね。なのでまずはそのレベルの英語力っていうのが必要になると思います。その機械翻訳よりいい翻訳をするとか、機械翻訳ではできないような翻訳をするみたいな風になってくると、それは翻訳者の仕事ってことになるんですけれど、少なくとも機械翻訳が出してきた翻訳を間違ってるっていう風に気づけるレベルになる必要があります。これがどの程度なのかっていうのはなかなか難しいところだし、機械翻訳のレベルが今後上がっていったら求められるレベルっていうのももちろんどんどん上がっていくんですけれど、僕が普段言ってるのは英検2級っていうレベルはほとんど必要な文法の基礎とかっていうのを網羅していて、日常的に使うような単語っていうのもほとんど学習することができるので、英検2級のレベルがなかったら機械翻訳を使いこなすっていうのはなかなか難しいだろうなっていうのがあります。で、英検2級のレベルがあれば、もちろん最初に言ったようなスピーキングの方でもかなりの言いたいことっていうのを表現できるようになっていると思うので、もし客観的な指標として何か一つレベルが欲しいっていうことであれば、英検2級っていうのを目指してください。
英検2級より上ももちろん役に立つし、それは決して無駄なあのレベルではないです。準1級とか1級のあのレベルっていうのは役に立ちますし、あの普通にビジネスシーンで使います。あの専門家じゃなかったとしても。でも英検2級のレベルから、あの自分はもうちょっとここから専門的に行こうかなとか、自分はここからこれ伸ばしてみようかなっていう風に、何かこう自分の能力をね突き詰める、一個に絞って突き詰めるっていうのはありだと思うので、でもその下地としては英検2級ぐらいがまず必要かなと僕は思っています。というわけで今回は大人こそ英語を勉強した方がいいよっていうその理由と、まあ、どれくらいのレベルを目指せばいいかっていう話をねしました。その最後に軽く、じゃあどういう人が逆に英語勉強しなくていいのかっていう話なんですけれど、あの一つには英語の勉強なんかしてる暇ないっていう人です。英語の勉強は長い時間がかかります。あの1年とか2年とか3年とかかかって、ようやくなんか最近うまく英語喋れてるかもとか、英語使えてるかもっていう風にようやく思うし、それが勘違いのことすらあります。なので英語の勉強って本当に果てがないし、自覚している能力と客観的な能力が一致するまでもかなり時間がかかるので、全員が絶対にやるべきあの勉強かっていうと、なかなか難しいかなと。それであれば機械翻訳で9割程度の精度でいいから、自分は必要な時にそれを使って、機械翻訳じゃダメな時には翻訳家に頼ろうかなとか、海外に行く時には通訳をあの雇おうかなとかっていうことでも全然ありだし、そういうような風にして、あの英語の勉強に使うはずの時間っていうのを自分のスペシャリティ、例えばプログラミングをその時間で勉強しようかなとか、1年あったらね、あのプログラミングの勉強だろうと、なんか楽器を習おうだと、ダンスをしようだの、あのボイストレーニングをしようだの、何でもできるじゃないですか、同じ1年でね。英語なんかよりもやりたいことがあるっていう強い意志がある人は英語なんて勉強しなくていいし、あの必要な時にあの専門家を頼ってもらえればね、それでいいかなって思います。ただ何やっていいか分かんないけれど、役に立つことやりたいなとか、なんとなくあの自分の人生に役に立つ何かが欲しいなみたいな漠然とした感じだったら、英語は大体役に立つし、あるいは英語を入り口として別のところにね、あの趣味を広げていったりとか、関心を広げていったりっていうこともできるので、英語はおすすめです。英語はねとても楽しいし、あのやる価値のあるものだと僕は思っています。